ブレンダン・アイクはアメリカ合衆国のプログラマであり、プログラミング言語、JavaScript の生みの親である。サンタクララ大学で数学と計算機科学の学士号を取得。また、1986年にはイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で修士号を取得した。卒業後シリコングラフィックスに就職し、オペレーティングシステムとネットワーク関連のプログラマとして7年間働いた。 次の3年間、マイケロユナティシステムズエンジニアリングで、マイクロカーネルと DSP 用コードを書き、MIPS R4000 への GCC 移植を行った。主に、ネツケイップとモジラでの業績で知られている。1995年4月にネットスケープコミュニケーションズに転職し、ウェブブラウザネツケイップナビゲーター向けの JavaScript 開発に携わった。 1998年にはモジラ o r g の創設に関わり、主任アーキテクトとなった。2003年7月、AOL がネットスケープ部門を廃止すると、モジラファンデーションの創設に関わり、技術責任者となった。2005年8月、新たに創設されたモジラコーポレーションで最高技術責任者に就任した。その後、2014年3月24日に、 最高経営責任者に就任したが、同性婚に反対していたことが問題となり2014年4月3日に最高経営責任者を辞任し、モジラから離れた。2015年には、ブレイブソフトウェアを設立し、ブレイブという新しいブラウザを開発している。ありがとうございます。